でキーワードとしてはやっぱりフォトショップ以降と要は今までの写真クラフトマンシップに支えられたものと結論を言うと、うん、シャーロット・コットンは美術と写真をうまく接続できてないと、この中の作家たちもうまく接続できてない、過去の歴史を60年遅れとかで反復してると、うん、別に何も新しくない、新写真論も新しくもないしレベルが低いと、それがまず問題。鑑賞者は作家と同じリテラシーがあるからといって、うん、別にそれが即すなわちその作品と対話するみたいなことにはならない、うん、絶対に、うん、到着こんにちは、こんにちは、美術家の山崎です。写真家でギャラリーメインの代表の中澤です。今日はシャーロット・コットンの写真は魔術、はいはい、アート・オブ・フォトグラフィーの未来形、これ有名ですよね、この本。そうやね、最近でも言うて2016とかそんな前じゃない。本当や、2015年や。2015年か。あ、そう、知らんかった。だからもう5年経ってる。本当に、ね、で、シャーロット・コットンが選ぶ81組のトップランナーたち、うん、待望の書き下ろし、はい、新写真論、はい、新写真論ですね、はいはい、内容をちょっと喋っていきたいと。ついに現代に歴史に現代の歴史に序盤に、シャーロット・コットンの論考がまずあると。まあそのどんな話ですか。クロースアップマジックを例にしながら、うんうんうん、クローズアップマジックっていうのはそもそもこうテーブルの上でやるマジックだから、そのステージの上でやる大々的な、例えばなんかこう人体切断とかのマジックじゃなくて、うん、観客との距離が近い、クローズアップ、うん、近いです、近いです、うん、を例にしながら現代写真を見ていくってことでしょ。うんですね。で要するにアナログデジタルで分けた時の、そのデジタル以降の環境だったり社会的な背景だったりっていうのに、まあ浅く広く触れながら軽く本当に書かれていって、だからワードとしてはなんか最後の方に例えばポストインターネットとかの言葉が出てきたり、 3D とか、あとソフトウェア、フォトショップとか、フォトショップのエアブラシとかっていうワードがいろいろ出てきたりしながら現代の写真を、読み解いていくというシャーロット・コットンの論考ですね。まあ、言ってることいくつかそのキーワードというかあるけど、序盤の方で言ってる、これ文字やからめくってってもしょうがないんやけど、画像を見せた方がいいかもしれんけど、まあ、写真の中身は要はフォトショップとかを駆使しながらイメージをこういろいろいじっていく作品がつらつらと書いてあると。でキーワードとしてはやっぱりフォトショップ以降と要は今までの写真クラフトマンシップに支えられたものとか、はい、その辺じゃない。キーワードとしてはそういうところがあって、キーワードとしてはその辺、はい、これどう、もちろんもっといっぱいあったけど、これを読んでどう思ったっすか。俺は結構その今の状況っていうのを分析したんやなっていうのをすごく感じたけど、ああなるほど、うん、すごく感じたっていうか分析してるなと思って。どう分析、どういう分析だったんですか。その比較的現状に要はこういうフォトショップとかで加工した作品っていうのがすごく出てきてる状況を見ながら、なぜこういうのが出てきて今こういうのが評価されているかっていうことを言ってる。うん、でも中澤さんがこれパパッパーっと最初チラチラーっと作品いっぱい見ていって、で僕も一回チラーっといろいろ見たんですけど、その81組の作品を見たんですけど、感想は一緒でしたよね。まあ確かに、あの写真ってもう撮るものなくなって言いたいことなくなったんだみたいな感じで、あの内容がないんですよね、どの作品を見ても。でしかも多分これが一冊丸々一人の作家さんの作品だよって言われても、そんなに違和感はないぐらいみんな似通っていることをやっていてっていう感じが第一印象ですね。でこっからもうちょっと深いところに踏み込んで言って、例えば形式と内容の話でいくと、はい、で形式と内容直接そのワードは使ってなかったけど、例えば形式っていうのはその作り方、フォトショップでブラシを使ったり、まあ、レイヤーを使ったり、要はその形式自体が内容になってるっていうようなことを言ってた、はいはい、どのツールを使うかとかが、はい、写真家たちの主観的な判断であり、はい、それ自体が内容となってるっていうようなことを書いてた。うん、なるほど、うん、つまり、うん、内容がないってことですよね。その内容っていうのは、いやだから内容っていうのは要するにこの作家が、うん、この作家だからこそできることで、何かこうみんなに言いたいことっていうのがないから、あの別に僕からしたらこの作品ってそんな自分と関係ないなって思っちゃうんですよ、こういう作品って見てると。そういう意味で内容がなくて、なんかビジュアルとか見た目だけ新しくて、
うん、なるほどみたいな、うんうんうん、だけどそれって僕は現代アートなのそもそもって思っちゃうんですよ。なるほどね。だからなんか新しい技術を使ってるから、うんうん、新しいソフトウェアを使ってるから、うん、新しい表現してるから、うん、最先端のパソコンを使ってるから、うん、それすなわち即現代美術ってわけじゃないじゃないですか、うんうん、だからそんなこと言い出したらなんかあらゆるものが現代美術になっちゃうみたいな感じで。でもそれは写真のこの歴史の中で結局こういう形式の作品が出てくるっていうのは、うん、やっぱり必然的というか、だから成長痛じゃないけど、うん、通る道筋なんやろうなっていうのはすごく思うけど、うん、あでも一回これはっきりさせておきましょうか。だから、うん、結局、うん、シャーロット・コットンは、うん、このこれらの作品のことを、うん、コンテンポラリーフォトアートっていう変な言葉で言ってる。だから現代写真美術みたいなことを言ってて、だから要するにこれは写真家さんたちに連なるものではなくて、あの多分現代美術に連ならせたい、あの彼としてあのシャーロット・コットン女性ですか、いや分かんないですシャーロット・コットンとしてはだからその美術に接続したいという意思を感じるので、だから写真の写真家とかの文脈で僕は見てなかったんですよね、そもそも。だから現代美術の文脈で見ていて、うん、それはだから写真のこう歴史がこう来て、うん、今に現代美術にこうつなごうとしたんじゃない、うん、でその時に、うん、だからあもう言っちゃいますか、うん、そしたら、うんシャーロット・コットンもこの写真、エッセイの中で言ってるんですけど、うん、その絵画とか写真とか彫刻っていうのが、うん、こう要するにもうそういうそれぞれのメディア、うん、それぞれのメディアを、うん媒介が、うん、あの別個にこうちゃんと区別できなくなってきてると、うん、一つ一つのジャンルとして、はいはい、だからそれらが異種混合的に、それら建築とか写真とか彫刻とか絵画とか写真、写真あのシャーロット・コットンが言ってるのはね、写真彫刻絵画、ね、まあ映像でもですけど、うん、そういうのがこう異種混合的に混ざり合って、うん、どれか一つの独立したジャンルとして成り立たなくなってきているっていう状況をシャーロット・コットンはこのエッセイの中で述べていて、でそれが現代の状況だっていう考察になっていて、だからこういう作家セレクトになりましたよっていう風になってるんですよね、簡単に言うと。で僕たちの感想としてはどれを見ても一緒だしあの内容がないし、あの最先端の技術を使って何かイメージのことについてずっと考えてるけど、その先がないっていうかって感じ、まずざっくり言うとね、ざっくり言うと。で僕が普通にこれ見て思ったのは、ちょっと踏み込んで言うと、そのアルテ・ポーベラ、これは僕はプロットの講義でもやる予定なんですけど、その要するに1960年代以降アメリカの、まあ、アメリカだけじゃない、要するにヨーロ西洋のね、ヨーロッパ、まあ、ヨーロッパから最初にその言葉が出てきたんですけど、アルテ・ポーベラっていうのは、まあ、アルテが芸術でポーベラが貧しい、貧しい芸術とかって呼ばれてるんですけど、ざっくり大きくくくったジャンルの名前なので、この中にはそのいわゆるコンセプチュアルアートとか、アースワーク、いわゆるランドアートとか、まあ、ランドアートって何を分かりにくいですよね、あのスパイラルジェッティとか、誰だっけ、そうロバート・スミッソンとかの、スパイラルジェッティって言って、こうなんか海だったかなのとこにこう石を並べて、岩を並べてこうスパイラルを作ったりとか、要するに美術館の外で、ギャラリーの外で、そういう環境彫刻みたいなものを作っていったりとか、あとはプロセスアートですね、プロセスアート、まあコンセプチュアルアートとか、まあミニマルアートとか、例えばドナルド・ジャットのミニマルアートとか、そういうのをまとめて、アルテ・ポーベラ、あるいは脱美学家とかって言ったりするんですけど、要するにアートマーケットとかが拡大してきた時代なんですよね、その60年代っていうのは。美術市場が大きくなってきた、でそういうものとか、要するに戦前までの美学的なある種の規範、ゲームのルール、その美学的な美の規範みたいなものに対抗しようという動きがアルテ・ポーベラであって、要するにいわゆる一般的な美術市場からの逸脱、あとその美の規範からの逸脱のことだと思ってもらえばいいです、ざっくり。でもっと簡潔に言えば、彼らアルテ・ポーベラがやろうとしてたのは芸術の外に出ようとしてたんですよね、だから脱美学化が起こっていて、美学を否定していく運動があったと。でこの人たちも、いわゆる写真の外に出ようとしてるんですよね、確かに。だから写真いつもとこういう風に、例えばオブジェとイメージが合体していたりとか、まあいろんなやり方があるんですけど、まあみんな大体似たやり方をしていて、オブジェと写真がくっついていたりとか、脱写真、まあ、そう、まあ何でもいいです、脱写真って言ってもいいですし、とりあえず、でだから僕はこれはある種のアルテ・ポーベラだと思っていて、
でそれで言うと、あのもう60年遅れでなんか写真今これやってるんですよね。で例えば当時のアルテポーベラっていうのは、うん、茶色い絵の具よりも茶色い泥を使ったりとか、うん、いつもの彫刻とは違う素材を使ってみたりとか、うんうん、フェルトとか、うんうんうん、なんか鉄板とか、うん、あの使ったりとかして作品を作ったりしていた、うん、要するにいつもとちょっと違う素材を使って彫刻の形式を横断するとか、うんうんうん、絵画のいつもの素材とはちょっと違う素材を使って絵画の形式を横断するとか、うん、そういうことやってた、うん、で彼らは、うん、あの写真の、うん、いわゆるクラフトマンシップ的に作られてきた写真の歴史の中で、うん、その写真の中で扱われる素材とはいつもとちょっと違う素材を使って写真の形式を横断してるんですよね、うん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 、だからやってること同じで、うん、まだ60年遅れで同じことやってるんですけど、うん、でつまりだからアルテポーベラっていうのはここでは深くは掘り下げないですけど、うん、あのもちろん限界はあるんですよね、うん、でやっぱりその過去の歴史として、うん、自分たちが積み上げてきた表現の歴史として、うん、批判的に見なければならない部分っていうのも多々あると、うん、アルテポーベラってどうなったの最終的に。まあどうなったのっていうと だんだんその、うん、それこそ例えばこの写真の状況と似たようなことが起こってる内容とその、うん、行く先だから結局アルテポーベラとかっていうのは多分今僕が現状主にその理論的な背景としては、うん、例えばロザリンド・クラウスとか の、うん、あの技術的支持体みたいな話のところまで流れてきてると思ってて、で技術的支持体っていうのは別にそのメディウムを何か例えば絵画のキャンバスとか素材とかを、うん、なんていうのそのメディウムとして扱うんじゃなくて、うんうんうん、要するに彫刻メディウム絵画メディウムっていうふうに扱うんじゃなくて、うん、その技術、うん、作品を作る時の何か技術を支持体として扱うっていうのが技術的支持体っていうんですけど、そうなると別にその例えばインスタレーションでも何でもいいんですけど、映像メディアとか絵画のメディアとか彫刻のメディアっていうのが一種混合的になるわけなんですよね、表現としては。だって技術を支持体としてるから、それぞれを支持体として扱うんじゃなくて技術を支持体として扱ってるからそうなってるっていうところまで来てると思ってて、で例えばアルテポーベラ一つとってももっと前に遡ればピカソとかマティスとかが、うん、要するに土着の民族の海外の、うん、自分たちの外の他者の土着の民族の彫刻とかを、うん、お面とかを、うん、例えばさ、自分たちの海外に取り入れたりとかっていう、うん、そういうプリミティビズムが変化した形が、うん、ある意味ではアルテポーベラとかにつながってると思っていて、うん、なので、まあ、ある意味ではアルテポーベラっていうのはそういう風に変化しながらつながってきてる。もちろんアルテポーベラもプリミティビズムっていうのも、うん、そのどういう成果があったかとかっていうのは全く違うんですけどね、うん、もちろん全く違うから、だから今、うん、アルテポーベラの成果がどんな風に影響を受けてるかとかっていうのは違くて、そうじゃなくて変わってきてると、うん、要するにアルテポーベラ、要するにプリミティビズムとアルテポーベラは違うんですよ、うん、プリミティビズムがアルテポーベラになったからといって、例えばそういう物語を作ったからといって、うん、2つは一緒ではないですよね、うん、変化してるんです。だからアルテポーベラも今はもう変化してる、うん、で例えば僕はその1個として、うん、例えば技術的支持体とかっていうのが当てはめられるんじゃないかっていう話をしてるので、あの別にこれ今適当にパッパッパッと喋ってるだけだからそんなにみんな真に受けないでほしいんですけど、うんうん、技術自体が、うん、ない形式自体がもう要は内容になってるって言ってたやんか、うん、この場合でいうフォトポーベラは、はい、フォトポーベラフォトポーベラはどういうものかっていう、例えば内容と形式の問題とか、それが内容がないって言ったら、うん、これからどうなっていくかとか。なるほどね。ちょっと分かんないけど、自分自身もそういう作品を作ってる時に結構内容とかモチーフって悩むというか、うん、時がすごくあって、うん、何でもいいのかなとも思うし、そうなってくると言ってるようにその形式だけが立っていった時に、うん、もういろんな問題がもちろん起こってくるわけか、うん、形式だけでやると今の時代における内容っていうのがどういうふうにこう作られていくか、どういうふうに作られていくか、どこから来る、つまり内容っていうのは、うん、自分の言いたいこと、うんであって、うん、別にフォトショップとかって人が作ったものじゃないですか、うん、だからそれを自分は扱って何か作品を作ったりすると、うん、だから別にフォトショップって自分が言いたいことじゃないですよね、うん、なんていうの、そのあなたが作らなければいけない理由とかがないんですよ、そういうのって、うん、内容がない作品って、うん、だから中澤さんが例えばそういう作品を仮に作ったとして、うん、それ別に中澤さんじゃなくてもいいんじゃないっていう作品って、うん、僕はあんまり自分に関係ない作品だなって思っちゃうんですよ、見てても。うん、なるほど。だからその特殊と普遍みたいな話でこれは単純に、うんうん、だけど例えば本当は、うん、
もっとこう雑な話で言ってしまえば、うん、あの例えばフォトショップとかって誰でも使うじゃないですか。そうやな、誰でも使うじゃないですか、世界中の人が誰でも使うと、フォトショップとかって、うん、だけど、うん、なんか僕はフォトショップでこのお母さんの写真を編集してる時、うん、このかけがえのない時間がみたいな、あなんかこれはなんか誰でもありえることなんだけど、うん、でもこれは俺がなんかこうグッと感じるものがあるとか、うん、例えばそうなったら誰のものでもいいから、その瞬間って誰のものでもいいものから瞬間的に何か個人的なものにこうジャンプしてるんですよね、うん、その瞬間って、うん、例えばですよ、超雑な話ですよ、うん、今パッと思い浮かんだけど、うん、でそういう瞬間が何かフックになって、うん、そこから作品を作っていけば、うん、もっと内容が出てくるんじゃないかなと僕は思う。いや内容すごい難しい。あ、待って、ちょっとあんま内容、そうっすね、内容に行き過ぎると、でもまあそうか、そうやな、いや彼らのことは分かんないけど、そのシーン、うん、彼らがどうしてこういうものを作ってるシーンは分からないけど、ステートメント見ても分からん時はいっぱいあるし、はいはいはい、後ろにこうステートメントいっぱい、全員のステートメント持ってるんやけど、うん、まあ、なぜっていうのは書いてなかったりとか、うん、イメージとは何かみたいなものをずっと見ていてて、うん、今ってそういうことなのかなとかも思ったりするし、っていうのはイメージとは何かとか、うん、この形式で見えてくるものっていうのを主題に扱う、うん、そうなるなって思う、はい、自分としては。あとなんかあのシャルト・コットンが言ってるのは、うん、なんだっけ、結構すごい技術決定論的な話をしていて、例えばそれはマーシャル・マクルーハンみたいな感じで、うん、グーテンベルクの銀河系みたいな、要するに、うん、その印刷技術とか発展して、うん、識字率も上がってきて、うん、みんなリテラシーもついて文字も読めるようになって、うん、なんかその文化みたいなものが変わっていくと、うん、でそのうちなんかデジタルとか出てきて、うん、でなんかグローバルビレッジになると、例えば、うん、地球が一つになるぞみたいな、うん、で割となんかそれに近いようなことをシャーロット・コットンが言ってるんですよね。で僕はそれは全く反対なんですけど、うん、だからシャーロット・コットンはもうこれはっきり言ってしまうけど、別にシャーロット・コットンこの本僕1ミリもいいと思わないから、うん、なんていうの、そのあのエッセイを読んでも何も特に思わないですけど、うん、なんか、ま、だってあのクロースアップマジックとかっていうのもアレゴリーになってないですよね、うん、偶意になってなくて、なんでクロースアップマジックとで現代写真を説明してるのかがよくわからないですよ、うん、それはわからない、必然性がないんですよね。それはなんかクロースアップマジックってなんとなく構造が似てるよねぐらいで、うん、そうやな、あのちゃんと構造がどうして似てるのかを説明できなかったら、うん、必然性もクソもないんで、うん、なんとなく感覚だけでクロスアップマジックポーンって出てきてるみたいな。なんでクロスアップマジックやったのか、まあ分かりやすくしたかったんですよだから結局、うん、アルテ・ポーベラがやってたことっていうのは、うん、芸術の外に出るってことだと、うん、で、うん、芸術の外に出るってことは、うん、芸術の今までの鑑賞者、うん、例えば芸術好きな人とか、うんうんうん、美術館に行く人とか、うんうんうん、美術に興味がある人とか、うんうん、実際にやってる人とか、うん、そういう内輪の人たちを相手にするんじゃなくて、うん、他者を相手にしなきゃいけないと、うん、なぜなら芸術の外に出るってことは、うん、今までの芸術の鑑賞者の外に出るってことでもあるんで、うん、そうじゃないと芸術の外に出れないですよね、うん、他者に出会えないから、うんうん、だから本当はそこで作品を見せるときに、うん、芸術の外の鑑賞者を相手にしなきゃいけないにもかかわらず、うん、彼らはずっとなんかこう芸術行為としてアルテ・ポーベラはやってきてたから、作家たちは、うん、要するにそのかなり内輪の人じゃないと何やってるのか分かんないですよね、うんうんうん、もうごくごく単純に言ってしまえば、うんうん、だからそこは一個僕は問題だと思っていて、うんうん、ある意味ではアルテ・ポーベラの限界だと思ってる、うん、だから芸術の外に出るって言ってるのに、うん、芸術の外の鑑賞者に何も向き合ってないと、うんうん、結局他者に出会ってないと、なるほど、だからある意味ではそれはもっと鑑賞者あなたの問題ですよこの作品は、うんうん、っていう風に大雑把に言ってしまえば、うんうん、そういう風にボールを投げられる作品じゃないと、うん、別に芸術の専門的な歴史の中でこうガチャガチャゲームのルールの中でやってることを見せられても、うん、正直どうでもいい、うん、そういう作品って、うん、芸術の外の人たちからしたら、うん、これも僕はパッと見別に大概どうでもいいと思うんですよ、うんうん、でもちろんこの作家さんの中にも、うん、例えば自分たちのプロットで取り上げたような作家さんも入ってるし何人か、うんうん、で面白いと思う作家さんもいるんだけど、うん、今一個一個別個に紹介してる時間はないから、うんうん、ざっくりまとめて言うとそんな印象で、うん、なるほど。じゃあ脱写真はどうなっていくのか。脱写真はグループ展をしますので、はい、なるほど。でだから脱写真面白いけどね、うん、だからなんかある意味では僕はもうここまではっきり言ってしまえば、うん、写真と美術っていうのが、うん、全く今までうまく接続してこれなかったと僕は思っているので、うん、その結果がこうなっているのかなっていう気がする、なるほどね、うん。
だからなんとなくうやむやになって、うん、その写真といつもとちょっと違う素材を使ったら、うん、なんとなく現代アートっぽくなったみたいな感じなんですよ、うん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 、なるほど、現代アートっぽいものなんですよ、うん、なんとなく、うん、でもそれは僕は別に現代アートだと思わないので、もちろん現代アートの定義にもよるんですよ。だから現代の定義とかね、現代の定義も僕もちゃんとありますけど、うん、例えば現代ってどういうこと、うん、とかって多分聞いても、彼らに聞いても、うん、なんか新しいコンピューターのイメージかとか、うん、なんかそういう答えしか返ってこないと思うんですよ、うん、だからそういうのが現代だとみたいな、まあなんか新しいパソコンとか使ってるから俺たち現代だよねみたいな話、うんうん、でも現代とか現代って本当は過去と未来にすごく関わってるんですよね、うん、過去と未来が抜け落ちちゃってる気がするんですよ。なるほど。だから過去と未来っていうものがあるから、うん、そこから見た過去と未来から見た時に初めて現代っていうものが見えてくると僕はざっくり簡単に短く言うとそう思ってて、うんうんうん、でもここでステートメントとかアーティストステートメントとかをなんかずっと読んでても、うん、なんかずっとオブジェの話とか、うん、デジタルイメージの話とかピクセルの話とか、うん、なんかそういうことばっかりしてるんですよね。そういう作品って別にそんなみんな見たいかなみたいな普通に思うんですけどね、芸術の外の人たちって。確かにそれはそうかもしれない、うん、だから確かにシャーロット・コットンの言う通り、やっぱりそのデジタルメディアに移行してきた時にみんなリテラシーが高まってると、うん、誰でもこういうふうに iPhone、うん、携帯使うし、うん、あのツイッターとかインスタグラムとかもやるし、うん、YouTube も見るし、うん、画像もアップロードするし、うん、編集もするし、なんならフォトショップ使う人もいっぱいいるし、だからみんなリテラシーがあるから、うん、だから鑑賞者と対話できるこれらの作品が、うん、ってシャーロット・コットンは言ってるんですよね、うん、でもそれはあのただ単なるリテラシーの話であって、うん、例えばあの小説とかでいいですけど、うん、小説僕は識字、要するに文字を読めるから、うん、小説を読むことができると、うん、だからなんかその小説と対話ができるみたいな、うん、つまりどの本を読んでも対話ができる、まあ確かにそれはそうなんだけど、うん、対話をする小説って普通選ぶじゃないですか、うん、本屋さんに行ったりとかして、うん、なんか最初のページとか読んだりとかして、うんうん、面白くなかったら対話しないと、うんうんうん、でなるわけじゃないですか。だからそれってリテラシーの問題とはちょっと別の問題なんですよね、対話とかって、うん、コミュニケーション、鑑賞者とのコミュニケーションって、うんうん、だからリテラシーがすごくすなわちコミュニケーションみたいな話になってて、うんうん、だからその辺がすごいいい加減な仕事してるなとは思ったんですけど、だからまあエッセイっていう逃げ道なのかもしれないですけどね、うん、でもなあのか、まあ、でもそれでもそういう文書くときってさ、どういう射程を持つわけ、その鑑賞者とかっていうときに。どういうことですか。例えば今の人たちのその映像リテラシーとかってすごく多様化というかばらつきもあるわけなんか、はい、全然そういうの見たことない人もいるし、一般の人、美術好きな人、写真好きな人とかっていう、あ、いや僕が今言ってるリテラシーっていうのは、うん、要するにシャーロット・コットンが言ってるのは、うん、みんなデジタルメディア使うから、うん、で作家も、うん、要するに鑑賞者はデジタルメディア使ってると、うん、で作家もデジタルメディア使ってると、うん、だから同じメディアを使ってるから、うんうんうん、同じリテラシーがあると、うんうんうん、だから彼らのデジタルメディアを使った作品っていうのはみんなリテラシーがあるんだから、うんうんうん、コミュニケーション対話が開かれると。だけど普通、うん、コミュニケーションとか対話とかっていうのは、うん、あの他者と喋るからコミュニケーションになるわけじゃないですか、うんうんうん、要するに対話できない相手とか、うん、あのコミュニケーションの本質ってそういうところにあるですよね、うん、だから同じリテラシーがあるからなんかそれが対話なんだとかコミュニケーションなんだとかっていうのは僕ちょっとよく分かんなくて、うんうんうん、あの言葉がおかしいんじゃないのかな、言葉の定義がって思うんですけど、うんうん、だから鑑賞者は作家と同じリテラシーがあるからといって、うん、別にそれが即すなわちなんていうの、その作品にと対話するみたいなことにはならない、うん、絶対に、うん、だからそれは技術の話ではない、うん、技術の、なんかだからある意味ではそのコミュニケーションさえもなんか技術で乗り越えていけるんだみたいな話なんですよね、ざっくり言うと。シャーロット・コットンが言ってるのこれめちゃくちゃ分かりやすいですね。シャーロット・コットンは技術でこの世界のコミュニケーションをどうにかできると思ってる人なんですよね。でも僕はこの世界のコミュニケーションってそういうデジタル技術だけでどうにかなる問題だとは思ってない人間なんですよ、僕はね。だから違うよねって言ってるっていうことですね。なるほど、はい、脱写真でまとめます。脱写真まとまるの。この話結構さ、いろんなとこに発生していくわけやんか、うん、この話がね、はい、これを巡りながら。でも今日は頑張って15分でまとめるっていうまあでもこの本はそういうこと言ってるってことやな。それは分かった、うん、だからこうなんやなと。ざっくりまとめれば、うん、僕はこれがトップランナーと呼ばれているらしいがみたいな、こう書いてあるね、うん、最先端だと。でそのお墨付きは、まあ、GP ギャラリーの後藤茂雄先生に、ね、先生がお墨付きよって付けられてると。でシャーロット・コットンの名前もあり、トップランナーだと、新写真論だと。
で僕はシャーロット・コットのエッセイは写真論にもすらなってないと思うし、それはそう、あのエッセイって書いてるし、そう別に新しくもないし、これここでやってる作品群も、うん、60年遅れでアルテ・ポーヴィロみたいなことやってて、うん、あの何も新しくないし、うん、内容がないし、うん、どうでもいいと、うん、ピースですね、どうでもいいと。だけどアラブ&ピースですよ、これは真剣なあの批評っていうと、まあ真剣な批評的態度で、うん、あの言ってるので、個人攻撃してるわけじゃない、あそう別に人格攻撃をしてるわけじゃないし、うん、悪口を言ってるわけでもない、なるほどピースです、そこはピース、はい、だからいろいろ厳しいなみたいなこと、うん、で課題としては、うん、僕たちの課題としては、うん、じゃあいかに美術と写真を接続するのか、うん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 、で僕はこのシャーロット・コットンのまとめてるものっていうのが、例えば日本の作家でいうと小林健太とかもそうですけど、うん、だからそういう人たちみたいにあれがなんかこう現代アートとして扱われてるのかなんかよくわかんないですよ、うん、でみんなこれはパッと調べてもらえばわかるんですけど、あのボカ展とかに、うん、あの小林健太が出てる受賞作品とかっていうのは、うん、あのなんかもうフランク・ステラみたいになってるんですよ、要するに、戦後アメリカ美術のフォーマリズムっていう流れ、還元主義的フォーマリズムっていう流れの中の、要するに絵画っていうことの自立性をどういうふうにしたら形式で突き詰められるかみたいなことをやってる人たちがいて、まあ、そんな感じの作品になってきてるんですよ、ね、めちゃくちゃフランク・ステラみたいな、シェイプドキャンパス、変形したキャンパス、なるほどみたいな感じ、小林健太もフォトショップのブラシで変形キャンパスみたいな、変形キャンパスじゃない、キャンパスじゃないんだけどね、みたいなことをやってたりとかする、フォトショップ用キャンパスっていう、結論を言うと、うん、シャーロット・コットンは美術と写真をうまく接続できてないと、で、うん、この中の作家たちも美術と写真をうまく接続できてない、なんならその過去の歴史を60年遅れとかで反復してると、うん、別に何も新しくない、そしてシャーロット・コットンの新写真論も別に新しくもないし、写真論としてもかなりレベルが低いと、それがまず問題、うん、だから写真の外に出るとか、うん、芸術の外に出る、要するにアルテ・ポーヴィロとかってとても重要な運動なんで、うん、重要な様式なので別に全部否定するわけじゃない、うん、だけどどういうふうにアルテ・ポーヴィロを批判的に乗り越えていくかっていう時に、僕たちは芸術の外に出る時に芸術の外の鑑賞者を相手にしなきゃいけない、うん、要するに芸術の内場の鑑賞者じゃなくて、うん、芸術の外の鑑賞者を相手にしないと、うん、本当に芸術の外に出ることにはならない、うん、でそういう時にシャーロット・コットンは写真の外に出るとっていう話をエッセイしてると、うん、でそして出た時に、うん、なんか写真の外にいる人たち、要するに写真の内場ではない鑑賞者たちも、うん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 、この作家たちと同じデジタルテクノロジー、スマホとかインスタグラムとか、それ SNS とか、みんなフォトショップとか写真の編集機能とかを、うん、iPhone とかで使ってるから、お互いにリテラシーがあるから、うん、写真に興味ない人とか芸術に興味ない人も同じリテラシーがあるから、なんかそこにコミュニケーションが生まれるんだみたいなことを言ってる、うん、でも僕はそれはさっき言ったみたいにコミュニケーションじゃないと思ってる、対話じゃないと思ってる、イメージが複雑やからってこと、画像は、いや画像が複雑というか、何がなんだか分かんないから、だからわかりました、別にいいですよ、だからそのざっくり言うと、うん、なぜ彼らの作品でコミュニケーションが生まれないのかというと、うんうんうん、多分もちろん生まれる人は生まれますよ、うん、生まれる人は生まれる、うん、だけどその自分の趣味とかに合った作家さんに限られると思います、うんうんうん、だから私はこの作家さんと趣味が合うからこの作品見ようとかっていう人はもちろんいると思います、うんうんうん、だけどそれって別にその要するに趣味が合うって、要するに内輪の同じ人間が集まってくるんですよね、趣味が分かる人、話が通じる人、で他者じゃないじゃないですか、だからコミュニケーションの本質って他者と会話することなんで、ここで他者の想定を、だから要するに芸術とかに興味がない人とかね、ざっくり言ってしまうんですよ今簡単に、ね、でなんで彼らの作品でコミュニケーションが生まれないのかというと、っていう質問ですよね、生まれないのかというと、僕彼らのステートメントを全部1から10まで全部なんていうの読んだわけじゃないから、うん、わかんないけど、うん、でもある程度7割方こうパラパラパラって見てる感じでは、うん、さっきこれもまた同じ話になっちゃうけど、うん、みんなピクセルとかイメージの話をずっとしてるんですよね、そんなことはあのみんなにとってはどうでもいいんですよで、あのみんなにとってなんかピクセルとかそういう話がオブジェクトの話、あ、要するにオブジェの話とかが問題になる時とかって、うん、これそうですけど、今日僕も iPhone12 買ったけど、うん、そういう時だけなんですよね、わ、うん、かります、うん、だからあの Apple Store のホームページとかを見て、うん、輝度がなんちゃら 2度で、うん、で1048×なんちゃらピクセルでみたいなこととか、うん、でああなるほどみたいな、なんかどうやらスペックが上がったらしいみたいな、うんうん、そういう時だけなんですよね、うん、だから別になんていうの、
それで例えば消費社会とかを批判することもできるけど、まあ、今更それやるって感じもしてますけど、うん、だからもうざっくり言ってしまえば話長 長くなるから15分でまとめないように短く言うとあのみんなにとって関係ないんですよ、そのピクセルとかって別に、うんうん、だから本当はもっとそのピクセルとかイメージとかそういう話じゃなくて、うん、もっとその背後にあるもの、うん、構造、例えばデータベース的なものだったり、うん、っていうそのデジタルアーキテクチャとか、うん、そういうことを見極めて作品の中に落とし込んであげないと、表面的ななんか 最先端の最新のソフトウェアを使ってるから新しいビジュアルが出てきて、でそれがなんか現代っぽいから現代アートになるんだみたいな、うん、そこまでなんかバカっぽくやってる。いやだってでもそう見られてもおかしくないですよ、うん、このまとめ方と、まとめ方はね、まとめ方と、このまとめ方はそうかもしれない、まとめ方とシャーロット・コットンのエッセイを読めば、うん、そう見られてもおかしくなくて、事実僕は半ばそうなってると思いますよ、うん、だから、うん、そこまでみんな何も考えてないことないんで、いや考えてるんだけど、考えてるんだけど、でもやっぱり出てくる作品を個々に見てると、うん、やっぱそのずっとなんかイメージとかオブジェとかピクセルとか、うん、なんかそういう話をしてるんですよね、本当にずっと、うん、永遠に、うん、なるほど。だからさっき言ったみたいにみんな同じこと言ってるから、これ一人でいいじゃんって僕思ったんですよ、うん、あ、まあ、それはそう。だからこんな別に81組とかじゃなくて一人出すだけで十分だよみたいな、うん、だってみんな同じことやってるしね、大体、うんうん、で、って思いたっていうことですね。だから本当はその芸術の外に出るときは外の鑑賞者を相手にしなきゃいけない、うん、だけどアルテ・ポービュラはそれに失敗した、うん、でここでも失敗している、うん、シャーロット・コットンはそんな風に思ってないかもしれないけど、うん、なぜならお互いにリテラシーがあるからっていう話をしてるけど、うん、でもリテラシーだけではコミュニケーションとか対話とか他者と話すこと、対話を開くことっていうのは生まれない、リテラシーだけでは、うん、それはさっき言ったみたいな話だと思うみたいな、うん、でも現段階では必要なんじゃないの、分かんないけど、必要っていうかまあ必然的に生まれてくる感じはするけどな、まあ、出てくるやろうなっていうか、いや出てくるにしても、うん、もうちょっと、うん、なんかやり方があったと思いますよ。だから結局それからなんじゃない、プラットもちろんそのだからソフトウェアが新しくなって、うん、まあ、もちろん分かります、あずさんの言ってることも正しいと思うんですよ、うん、半分、うん、で僕は半分それ反対で、うん、だから別にそれってデザインの分野でそうなってもよかったと思うんですよ、と、うんうんうん、いうかなってるし実際に、ね、うん、だからなんだかなっていう感じです、ね、デザインの分野で、ね、別にアートじゃなくてもいいんですよ、ね、それはなんか分かるかもしれない、うん、そうです。だから根本的には中澤さんから最後のまとめ、え根本的には、根本的にはだからアートとは何かっていう話まで派生していくから、やっぱりこれだけを取り上げてなんか決定的なことなるべく頑張って頑張って15分でこれから収めていく、ね、これだからやっぱりこれがだからプロットの中で全何回かで語られることっていうことでしょうか、うん、例えばこれは今単にこの本だけを取り上げて話していくときに、うん、結構拾わなきゃいけないキーワードっていうのがいっぱいあったと思うけど、うん、例えば現代美術、現代とは何かっていう話だったりとか、うんうん、ああそうですね、そうそうそう、だからそういうところまで全部紐付けて、うん、総合的に捉えなきゃいけないことであるから、うん、プロットの講座でそれをやっていくってことでしょうか、うん、はい、そうですね壮大な話になる。よし、終わりますか。高評価、チャンネル登録、つまんなかったら低評価お願いします。お願いします。揃わない。以上。以上。はい。